第5試合武道妖艶アメージングハート30分1本勝負、まずは赤コーナー全日本女子プロレス、南鈴鹿選手です。南選手、今日の試合はどんな戦いにしたいですか？そうですね、これまで LLPW とはいろいろな因縁がありましたが、今日は穂積選手を完璧に倒して自分の存在をアピールしたいと思います。相手の穂積選手は派手なパフォーマンスが得意としていますが、はい、何か印象は？そうですね、穂積選手は入場の時にせいぜい派手にやってもらうしかないんじゃないですか。ありがとうございます。はい、頑張ってください。はい、続いて青コーナー穂積詩子選手です。穂積選手、対抗戦初のシングル対決ということになりますが、今の気持ちを。自分のペースでできるんで、シングルの方がいいです。はい、対戦相手の南選手は、キャリア的にはかなり先輩ということになりますが、それに対してはいかがですか？試合を見てて、器用っていうイメージがあるんですけど、私はガンガン行くだけなんでって感じです。はい、ありがとうございます。頑張ってください。本日の第5試合武道妖艶アメージングハート30分一本勝負を行います。青コーナー LLPW135 パウンド穂積詩子。赤コーナー全日本女子プロレス155パウンド南鈴鹿。さて第5試合は武道妖艶アメージングハートと銘打ちまして、シングルマッチ30分一本勝負全日本女子プロレス南鈴鹿対 LLPW 穂積詩子の勝負となりましたけれど、入場時から派手にやってくれましたね。斉藤さん、もう今人気一番あるんじゃないですか。なんかすごいなと思いますね。まあしかしながら試合前にね、南選手が言うには、まあ入場時だけせいぜい派手にやってくれ、始まったらもう、あ、そう言ってました。はい、あ、そうですか。試合が始まるまでの間だと言っておりましたけれども、でも穂積選手動けるから、体の大きい選手と当たるのどうでしょう、風間選手。結構最近カンドリと当たったりとかイーグルと当たったりリブルしてますので、大胆にね、慣れてると思いますけど、カンドリとのシングル戦でもなかなか物おじしない態度で臨みましたけどね。表情がいいんですよね、ちっちゃいなりにね。やっぱり自分をああやってパフォーマンスで変えて、人前でやるってことで割り切ったみたいで、その分やっぱプロレスでも何かを割り切ることができたみたいで、我を忘れるってことを覚えたみたいですね。編集はやはり彼女自身が打ち出したものなんですか？そうです。なんか自分以外のものが乗り移っちゃってますよね。いいですよ、あれ本当に。こっちもぼーっとして見ちゃうんですよね。何だったんだろう今のはというような。でもなんか、あ、ごめんなさい、いえどうぞ。男子ファンのためのレスラーっていう気もしますよね。変な意味じゃなくて、やっぱり遠藤のようなね、割とプロレスファンっていうかマニアっていう層、そういう層のファンが注目するレスラーもいれば、やっぱり女子のレスラーは男子とちょっと違いますから、ある部分ではやっぱり女性として見たっていいですよね。そういう意味で華やかさは絶対、女子得意のものだと思うんで、いいと思いますけど。みなみが体格差を生かしまして十分にタイプ時間のあるブレーンバスターです。対するこの南の方はですね、もうデビューして8年になりますけれども、大変ですよね。この人なんかプロレスの先生じゃないかと思いますね、僕。試合前のインタビューなど聞いておりましても、落ち着いてね、礼儀正しい人で、自力も十分にある選手ですが、この欲がないのか、がめつさがないのか、そういった面でね、損をしているような気がしてならないんですけれども、それでもやっぱり、野球で言えば6番バッターっていうのは、常に6番打ってっていう感じがしますから、はい、クリーンナップ打たないけど、この人、常にクリーンヒット打ってると思いますけど、的確な表現ですね、それは。そうか、私も何回か当たったことあるんですけど、そうですね、はい、やりにくいっていうか、はいはい、いい意味でやりにくいんですけど、
ていうか、なんていうか、やっぱりこの前斉藤さんもおっしゃってましたけど、ワルツにはワルツ、ロックにはロックみたいな、そういうもので返されちゃうんで、あのペースを乱させられないんですよね。何やっても動じないって感じですか。そうなんですよ。そうなんですよね。マイペースなんでしょうね。リング上でも余裕のある動きを見せております。まあ、試合が終わったらね、手のひらで踊らされていたというような感じで、小泉としては終わらせたくないでしょうけれども、このように足を持ちがたれて、小泉選手、ね、はい、さっきあの先制攻撃がすごく良かったんですけど、やっぱり気がついたら南静香のペースだったというような、ね、引き込まれて、そんな気がしますね。難しいですね、やっぱりこのこういう人と試合するのは。ですね。でもこの人のペース乱せたら大変なもんですけどね、本当は。そんな人少ないですよね。風間さんどうなんですか、このホズミは相手を怒らせるというこういう心理作戦なんかにはもう少し長けていないもんなんでしょうかね。まあ、カンドリの時も。でもカンドリにセンスできちゃうんだから、相当いい根性してませんか。根性もかなり座ってきて、きてますよね。対抗戦でもっと見せてほしいような気がしますね。早いバックドロップです。もっと南を怒らせたら勝機も出てくるんじゃないかという気もするんですけれども。似合いますね、この技。本当にかっこいいですね、このマンジは。ね、静止画面が非常に。案外マンジちゃんと決めるって難しいですよね。接触れちゃいますよね。なんか上に乗っかっちゃってるみたいだけど、綺麗ですねこれ。まあ、横にいますともう少し重心を落とさなきゃいけないですけどね。なんかでもこれメキシカンストレッチっぽくてかっこいいじゃないですか。さあエビ固めに行こう。そして南の巨体を強引に逆エビに丸め込んでいきますが、斉藤さんどうですか、穂積が突破口を開くとしたらこういう密着技でいいんでしょうかね。別になんていうのかな、もちろん勝負だから勝ち負けは大切なんですけども、あの南静香選手のような大ベテランと戦うときは、勝ち負けとかそういうことじゃなくて、どのぐらい穂積豊子が普段穂積のプロレスをするかってことでいいと思いますよ。アピールできるかということでね、そんなにね、あの南に勝とうってもちろん勝つこと大切かもしれないですけども、はい、南に向かってなんかそのなんか穂積のカラーが強く出たらもう今日はそれで別にいいんじゃないかという気もしますけど、それで良しとすべきでしょうかね。でも実力がとかそういうことじゃなくてね、はい、こういうのだっていいじゃないですか、はい、こうしたパワーボム返しなんかもなかなかね、美味しいですよ結構。海底日がなかなか美味しいところを探っております。これであの歯を食い縛った顔がすごいセクシーなんですよこの人、あ、よく見ていますね。モンキーフリップです。やっぱちっちゃいかなって感じがしますね、こうして体力でね、やっと流れ式の攻撃を返しましたが、再度トライだ。あ、でもこれは食らっちゃうと終わりますか、うん、まあもう一頑張り欲しいですけど、あ、体がリバウンドして強烈な一発です。流れ式ブレンバスター。まだ終わってしまったね、お楽しみはこれからだという感じもしますけれども、さあ穂積が南を場外に落としまして、これはコーナーとからボディアタック、2ドロップでしょうか。ボディアタックというプランチャーって感じじゃないですか。さすがにやっぱりあの先ほどの選手と比べちゃあれですけども、北上北村よりも思い切りは全然いいですね、穂積の方が体全部で動かしてるって感じですね。スタイルキックが危ない危ないカウント 2.9 で返しました。バックドロップホールド、
っぱり体ないにはないなりにものすごく動きますしね。そうですね、自分のいいところをよく知っているという感じがします。この辺りから逆転されてしまうのかな。パワーボムを再び今度は裏カナダで返しました。海底エリアとの掛け合いです。劣勢に立っても南は相手をよく見ていますよね。やはりでもここまではそんなに南選手に対して穂積も遜色ないと思いますよ。はい、動きに無駄がないような気がしますよね。うん、遜色ないですよね。うん、お危ない肩口から来ました。これまた危ない。穂積としては大前線ではないですか、ここまでやればね。さあバックドロップを返したはいいが、再びヤックを取られてしまって、ちょっと無理でしょう。腕をロックしてのジャーマンです。よく攻め込んだんですが、やはり満を持していましたね、南が。8分57秒。それはやっぱり落ち着きの差だから、プロレスのホールドにより南鈴鹿選手の勝利を頑張ってと思いました、そうですね、予想外の大前線と申し上げていいと思います。悔しそうな穂積、リング上でへたり込んでおりましたが、潔く礼をして退場です。はい、第5試合武藤妖艶アメージングハート、見事に勝利を収めました南鈴鹿選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。穂積歌子選手、印象として実際当たってみてどうでしたか。やっぱり小柄なんで自分より起点は効きますね。はい、思った以上にやるなといった感じですか。そうですね、でもやっぱり体重が軽いんで、こう一発の大きい技になると危ないなと思うんですけど、あとのはホールはまだ取られないかなという感じです。どうもおめでとうございます。ありがとうございました。第5試合、武藤妖艶アメージングハート、惜しくも敗れてしまいました LLPW 穂積歌子選手です。残念でした。お疲れ様でした。実際南選手と対戦してみて、いかがでしたか。そうです、大きくても体の線が細いから、まあ、沢井さんとかカンドリさんとかとやってるからあれかなと思ったんですけど、やっぱ結構背があると違いますよね、だいぶ。なんかそれがちょっと、まあ、それは関係ないんですけどね途中その南選手をノーザンで投げるシーンとかありましたが、もう背の高さを感じましたね、あれで。すごい上だったから、でももう投げるしかないって感じで。じゃあ次もやってみたいと。そうですね、うん、やってみたい。はい、どうもありがとうございました。